エイキッキー。なんで？なんで死んでしまったにゃ？エイキッキー。彼女はなぜ泣いているんです？更年期障害。あ、憂鬱だな。でもな、やだな。あれ、ニトリ？何やってんの？あ、旗手か。いや、ちょっと嫌なことがあってね。あ、そうだ。旗手今暇？え、いやあんまり暇ではないけど。何？あ、いや、いいんだ。もし暇なら今からゆうかさんとこ行くの連れてきてもらおうかと思っただけだから。え、ゆうかさんとこ、行く行く。私も行くよ。え、本当に？実は私もゆうかさんに用事あったんだ。私も一緒に行くよ。あ、ありがとう。一人じゃ不安でね。ニトリはビビリだな。ぐぐぐぐ。ごめんください。あら、何の用かしら。ひぐ。あ、言われていた機械の修理に。あれ、今日だったかしら。で、そちらの方は？はい、今日は風見優香さんに取材をと思いまして、お時間よろしければお邪魔してもいいですか？ぐいぐい行くな。まあ構わないけど、今日は来客があるのだけれど、それでもいいかしら。むしろ好都合です。ありがとうございます。来客？あ、ちょうど来たみたい。なぁ。なんで鬼か。おや、旗手さんにニトリさん。よう。こんにちは。こんにちは。お前らは用事か？私は機械の修理に。私は取材です。よければお二人も取材していいですか？あ、構わないよ。私も構いませんよ。とりあえず入るか。あれ、椅子ある？あるわよ。お邪魔します。ニトリさん、こないだは助かりました。あ、どうってことないですよ、あれくらい。予定よりずっと早く治ってお嬢様も感心しておられました。今後ともよろしくお願いしますね。こちらこそ。なんでこんなことに。鬼に花の大妖怪なんて。今日は薬日だ。ここの居心地が良くてよ、最近たまに来るんだ。ゆうかさんの作る紅茶美味しいですしね。お二人はどういう関係で？なんもない。たまたまさっき会ったんですよ。はい、メイリンさんはともかくユーギさんが来るのは珍しいですね。最近は割と上来るぞ、面白いし。もっと家で飲み明かしの毎日かと。私のイメージ悪すぎないか？なんで鬼相手にそんな気遣い出せるんだ、博士。でもゆうかさん紅茶とかを探し出してくれてるし、そんな怖い人じゃないんじゃないか。すげえ迷惑そう。一刻も早く帰れと言わんばかりじゃないか。まずいなまずいな。機械が絶対治らないぞ。これ絶対ぶったたいただろう。わかるぞ、本職だからな。やべえ、今日帰りたい。一年ぶりにやべえ、死にたくない。こういうとこは金子様が来ればいいんじゃない？僕はそう思うよ。技術担当で言えばほぼ私なんだし、操作よ、栄養訪問全部任せよ、そうしよ。あれ？でもそれじゃ来客全部私がさばかないといけなくない？積んだは帰りたい。もう作業場の奥でずっと誰にも会うことなくひたすらに溶接をしていたい。あ、そうだ、ニトリさん。なぜかわからないけどニトリさんが死にそう。なんで死にそうになってるの？こんな和気あいあいとした雰囲気でそんな気にやむことなんて。こいつか。よく考えたらニトリさんはカッパなんだし、鬼が言ってだけで十分気分は優れないのかもしれない。ここはユーギさんとそれとなく退出した方が。そういえばユーギさん聞いた話だと、誰にも言えないとても恥ずかしいことがあるって聞いたんですけど、それなんですか？やめろー。今なんでそういうこと聞いちゃうんですか？いや、そもそも普通聞いちゃいけないための話じゃないですか。あ言わんこっちゃない、ダメだこれ。嘘つけないようにその質問は酷でしょう、旗手さん。これはニトリさんがもう限界なんで。うわ、すっごい、フローラがすっごい。で、ゆうかさん、ガンにしないでやめてあげてください。それ職人の一部ではすごいストレス溜まりますから。本当に申し訳ない。このままではニトリさんが死んでしまう。救えるのは、私しかいない。